ポール・ライアーにヤニッシュは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウチ。サイプレス・クリーク高等学校を卒業し、ライス大学に進学した。2003年には、カレッジワールドシリーズ制覇を経験している。7月に開催された、サント・ドミンゴ・パン・アメリカン競技大会の、野球アメリカ合衆国代表に選出された。 レッツ時代2004年の MLB ドラフト5巡目でシンシナティレッツから指名され6月16日に契約2008年5月14日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャーデビューを果たした2009年には投手として2試合に登板した2012年は開幕から参加のトリプル A 級ルイビル・バッツでプレイし49試合に出場して打率 237.4本塁が11打点の成績を残した。2012年7月14日にトッドレドモンドとのトレードでアトランタブレーブスへ移籍。2013年は参加のトリプル A 級グーインネットブレーブスで開幕を迎え41試合に出場。6月23日にメジャー昇格した。12月2日に FA となった。 2014年1月27日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。7月1日に自由契約となった。2014年7月4日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。オフに FA となった。2014年11月20日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2015年8月25日に メジャー契約となり、アクティブロースター入り。最終的には、メジャーでは自己最低の14試合出場だったが、自己最高の打率、286をマークした。守備では、遊撃手を13試合、二塁手を1試合守り、どちらのポジションでも無失策だった。12月2日に、ィーフとなった。2016年1月1日に、 オリオールズとマイナー契約で再契約し、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加のトリプル A 級ノーフォークタイズで迎えたが、5月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月21日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ノーフォークへ配属された。9月15日に再びメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。だが、この年も前年と同数の十四試合出場に止まり、打撃面でも調子が上がらずに打率。百九十四本塁打と打点はゼロに終わった。守備では三塁手の九試合、遊撃手の六試合いずれもで無失策、DRS 零だった。十月七日にデ d フとなり、十三日に四十二枠から外れた。二千十七年二月二十五日に、 オリオールズとマイナー契約で再契約し、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。開幕はトリプル A 級のオーフォークで迎えたが、5月21日にライアン・フラハーティの10日間故障者リストの登録に伴いメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月6日にディーフとなり、翌7日に40人枠から外れる形で、 トリプル A 級ノーフォークへ配属された。6月19日に JJ ハーディの故障車リスト入りに伴い、メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月8日に再びリーフ、11日に40人枠から外れる形でトリプル A 級ノーフォークへ配属された。8月21日に自由契約となり、引退も表明した。2012年終了時点で遊劇種として、 守備防御点が通算プラス24、ザーが通算プラス19.2と守備力は高いものの、打力は貧弱である。ありがとうございます。